水ね、クーちゃんいますよね、クーちゃんね、はい、うん、こういうあれなんですね。あ、これ私これね、うん、初めて見たこういうね、料理ね、こういうのあるんですね、こういう竹の中にも入ってるね、さあ、それではいただきますかな、はいはいはい、はい、まあ、皆さんもいかがですかね、はい、はい、それでは、引き続きまた、動画をね、ご覧ください、はい、お待ちくださいね、はい、じゃあいただきます、はい、まあ動画続きますんでね、お待ちくださいませ、はい、アイスクリームもありましたね、アイスクリームもね、アイスクリームもありましたよ、うん、ね、やっぱり食のデザートでね、アイスクリームでしたね、はい、まあこれはまあデザートですね、はい、これはまあプリン、これはプリンだね、いやー食べました、まあ食べきれないですね、はい、アイスクリーム、はい、プリンのね、はい、デザートですね、はい、いやーね、もうこれだけもうね、食べないいいんじゃないですかね、まあ旅館なんか泊まってもいいんですけどね、旅館だとね、まあこうダサい料理ってもう決まっちゃってますからね、あまり食べたくないようにね出されちゃったりするとね、まあ人それぞれ、まあ小麦のあれですからね、小麦のねライフスタイルですから、まあこういうバイキングスタイルもね、まあ、いいんじゃないですかね、こちらのこのね、これ松山のね岡井蔵さんのね、温泉はもう温泉でいい、温泉いいしね、食事もバイキングでよろしいし、いいんじゃないですかね、結構お客さん結構いますよ、ほらね、はい、まだ動画続きます、はい、それではちょっと待ってくださいね、はい、引き続きお待ちください、おはようございます、はい、動画ですよね、深いリゾート最長楽さんのね朝食ですね、まあ、朝食もね、まあ、バイエンでね、まあ朝食をしたんですけどね、はい、あとサラダですね、サラダ、はい、あとはこのね豆腐のあれですね、はい、はい、サラダに、はい、豆腐ですね、豆腐、はい、ね、まあ、朝食もねおかずですね、朝食ですね、はい、はい、はい、こんなオクラですね、オクラ、はい、総菜ですね、はい、コーンスープもありますね、はい、はい、味噌汁、はい、ですね、はい、はい、フルーツ、はい、コーンスープ、はい、はい、まあこれはなんかサクロのジュースなんですね、これサクロのジュース、はい、あとオレンジジュースですね、はい、はい、朝はね、ですね。まあ昨日いろいろとことが困りましたけど、やっぱりいいですね、やっぱりね、深井リゾートさんのね、朝食ね、もう高級ホテルとそんなに遜色ないじゃないですかね、もうこれだけもう出してくるね、いいんじゃないですかね、皆さんもいかがですかね、こちらの松山のね、愛媛県松山の、道後温泉、一回ちょっとね最長楽ですね、はいはいはい、まあこの動画ね、見てまあ、参考になりましたらね、チャンネル登録ですね、よろしくお願いします、はい、はい、それでは、次のね、動画を
こちらの下に、お待ちくださいませ。はい、はい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 、もうね、もう上等です。上等、これだけ出れば上等です。ビニールホテルはね、そんなには出ませんよね。はいはいはい、こんなところです。はい。